新潟県も新しい車両が増えてきましたよね。というわけでここは長岡駅です。次に乗る電車はこれですか？いや、これではなくて、あの向こうに止まっているカボチャみたいな車両です。どっかで見たことある車両ですね。ドイドイとしてる。今回乗りますのはこちら、115系という電車。貫禄のある車両ですね。115系は1963年にデビューした、国鉄時代からの車両です。すご、ご入社いろ。そう考えると、随分この車両が新しく見えてきますね。こっちなんて2014年ですからね。年齢差がすごすぎる。にしてもこっちは見事なまでにカボチャですね。さっきのがハムエッグみたいだったのにね。曇ってて見づらさもある快速の文字。今回は信越本線の快速で新潟まで行きます。というわけで早速カボチャに乗車しましょうね。ちなみにドアですが、手動です。あ、押しボタン式なんですね。いや、そういうことではなくて。え？こういうことです。そんなドアの開け方ってあるんだ。一番理にかなっているといえば理にかなってますが。車内は快適なボックスシート。過去に一回座席の詰め物が変えられているみたいですね。網棚は、これは網っぽくはなさそうですね。トイレ横にもボックスシートがあります。211系だと2席のクロスシートになってますね。ここ、最近だと車椅子スペースになってるよね。というわけでトイレを探索しましょうか。開けるのにだいぶ力を要しましたね。座敷トイレ。その前に鍵をかけましょうね。もはやいつものワンシーンですね。このペダルを踏むと、これは、さあ、水が出た。ちなみに手洗い場の水もペダル式です。めっちゃ出ましたね。勢い良すぎて水が、確かにちょっと落ちてますね。この勢い、最低限紹介したので出ましょう。しっかり重たそうな扉ですね。ちゃんと重たかったです。というわけで、たまたま空いていたボックスシートに着席するとしましょうか。だいぶ曇ってる窓ガラスだね。もうずっとずっと走り続けてますもんね。ボックスシートはちょっとした改造が施されただけあって、それなりに快適です。ですが頭のところは硬めです。そこは硬めなんですね。JR 東日本の標準的なボックスシートと比べれば多少マシな気がしますけどね。こうして見るとだいぶ古めな車内ですね。この115系もいつ引退するかわからないくらい古い車両ですから。おーっていうそういう声音。独特だね。MT54 という国鉄独特のモーターが搭載されているのが魅力的です。いやー、さすが新潟。このせいで上越線が止まったんでしたね。美しい雪は時に牙を剥くってわけです。というか新潟南部だと牙を剥いてばっかだと思いますけど。このヒーター、正直言ってあんまりあったかくないです。え、そうなの？それとも私が期待しすぎているだけなのでしょうか。国鉄ヒーターって激アツなことが多いんですけど。そのうち暖かくなりますよ、多分。ちゃんとボックスシートの上部にも網棚の番号が振り分けられています。ちゃんとそこも割り振られているんですね。ですがもっとすごいのは、このボックスシート横の2席、なんとここにも番号が振り分けられています。そんなところまであるんですか？匂いがあるのかはわからないけど、細かいところまで割り振られているんだね。新幹線だ。線形の都合上、
上越新幹線の長岡から新潟は信越線と少し違うルートを取ります。新幹線の方がまっすぐですかね。ですね、信越線は少し東にそれます。さて、115系には小さなテーブルが存在します。特にあれこれを蹴るというわけではないのですが、余剰は味わえそうです。小さなお弁当とお茶の缶が似合いそうな、そんなテーブルですね。ボックス横に席の仕切り板に花が描かれていました。隣によるメロンは花の知識が一切ないので、この花が何なのかはよくわからないそうです。この空間には社内表示器どころか広告掲載すらも存在しません。昔はあったのかな。ちゃんとあったみたいです。そして丸から三角に変えられたつり革、もともとは丸だったんですね。リニューアルの一環で交換されたみたいです。このように新潟地区を走る115系はいろいろリニューアルは施されているのですが、JR 西日本ほどの大改造はされていないので、国鉄時代の面影が色濃く残っています。ちょっとのリニューアルでもまだ走るの、バリバリに頑張ってる車両ですね。窓を開けることもできるみたいだけど、ここで開けたら凍えちゃいますよ。その代わりとしてブラインドを閉めておきましょうか。最近は普通列車からもブラインドが減ってきていますからね。こうしてみると、床はかなりボロボロです。あちこちに修繕の跡が見られますね。もうほんと、ボロボロだね。さすがにボロさが目立ち、115系をたくさん管理しているしなの鉄道や JR 西日本も、新型車両の導入で115系を淘汰していっています。この車両もどんどん消えてっちゃうんだね。E127 系という緑の車両を尻目にどんどん北上していきます。あの車両は新しそうでしたね。いえ、209系をベースにしているだけあって、1995年生まれと古めです。結構古いんだね。っていうか雪が全然ない。列車は東三条のあたりなのですが、まるで雪がありません。同じ新潟県なのに、随分様変わりしましたね。115系から眺める E653 系、国鉄新潟も終焉に向かいつつあります。それを象徴する国鉄フォントの禁煙のステッカー。ほんの少し剥がれかかってますね。115系1000番台です。モーター音が聞こえるモハに乗っています。これ今気づいたんですが、トプナンですね。ひょっとしたらいいことあるかもしれませんね。トプナンに出会えたこと自体がいいこと。新旧コンビのすれ違いでした。年の差があるすれ違いですね。でもこういうのも元に見られなくなるのかな。新津到着。ここまで来れば新潟駅はもうすぐです。磐越西線もキハ110と GVE400 ばっかりになっちゃいました。周りの車両が新しいのばかりだと相対的にこれが珍しいものに見えますね。列車はもう間もなく新潟に到着。新潟駅も今やほとんどのホームは高架化されています。というわけで終点の新潟に到着です。電車らしい電車だったね。この115系も確実に数を減らしつつあるので、乗るなら今ですよ。早めの記録、大事ですね。というわけで、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てね。